はい、どうも皆さん、おはったポッキーです。今回はなんですけども、アレクシア、アレクアレアみたいなパート2実況していきたいと思います。今なんか探してますね。なんだっけ、シンガポールじゃなくて、なんだっけ、あれ、あの子の名前、あとホダか、お待たせる。ゆうくん、お疲れ。やばい、くしゃみでそうなるよ。遅くなかった？ごめんごめん。さて、勉強どこでしよっか。よくよく考えたらさ、学校に残って勉強すればよくない？まあ、いやでも腐れちゃったし。じゃあどこで勉強すればいいと思うの？昨日家はダメだって言ったし、そうなるとカフェとかどう？え、ゆうくん、そっちの方がめんどくさいよ。んだよ、もう文句が多い、クソみて。一番近いカフェでも駅前まで行かなきゃいけないじゃん。どんだけ田舎に住んでんだよ、バカが。あ、待って。とてもじゃないけど勉強に集中できないと思う。ああ、待って、俺んちもそうだ。カフェって言ったら何キロも先だ。教室戻ったんだ。本当に毛沢東に殺されて死ねばいいのよ。わあ、貸し切りだね、ゆうくん。はしゃぐね、はしゃぐよな、そりゃ。そうだね。でも、みんな帰ってるみたいだし。帰ってんだよ。広々と使えていいじゃん。ああ、そうだな。早速勉強か。まあ、勉強こうやって始めると。な、俺ゆうくん、何の教科やるの？分からないこと聞けるし。私、国語科やりたいな。だよ、おめえ、あ、何持ってきてないの、教科書。あった、あったんかーい。ゆうくんの教科書、新品みたいに綺麗だね。そりゃ、おめえが金ねえから。一回も開いてないみたい。どうしてだろう、教科書を見て、胸がざわつく。多分あんまり見てないんだと思う。ゆうくん、それ結構やばいよ。何がやべえんだよ。今回の国語の範囲、すごく長いから。もしかしたら赤点になっちゃうかも。何がありんで赤点の、俺は青点だ、ボケ。ゆうくん、なんかすごく顔が怖がってるよ。かかってこい。まさか、他の教科もそんな感じなんじゃないの？そうだよ。ふーん。あ、なんだよ、それは。ゆうくん、この中に入ってる教科書、全部新品みたいだけど？もう、ゆうくん、これまずいよ。期末まであと1週間しかないんだよ。というか、どうして教科書開いてないのさ。授業ちゃんと聞いてないの？聞いてるわけね、聞いてるか。嘘だね。お前どうやって高校入れたの、それで。俺本当に、俺お前みたいな感じで、ちょっと今やばいよ。最下位だからね。読むのが苦手？何寝ぼけたこと言ってんの。いいね、なんかな、ないね、これ、な、うわ、なんかすごい書いてある。読まないわ。あえて読まない。ゆうくん、大丈夫？ん？そうだよ、ゆうくん。読もうと思ったらちゃんと読めるんだよ。そっか。まあ、確かに中学校に比べたら内容も難しくなったしね。あ、俺無理だ。じゃあ、高校行けねえわ。だからって、現実から目を背けちゃダメだよ。授業で配られたテスト対策プリント記述記って、まあ、もうこゆうくん、クラスは違うけど先生は一緒なんだから持ってるでしょう。まあもう高校なんですけどね。ああ、早くしろアホ、うん、あ、やばい、もうそろそろ学校から追い出されちゃう。あ、そんなんの？だったら最初帰ってくんじゃねえ。どうしよう、今日まだ国語のテスト対策プリントしか埋めてないよ。どんまい？何言ってるの、ゆうくん。はい、どんまいっつっちゃうね。1日1教科終わるわけないじゃん。今日やったテスト対策プリントってテスト範囲の一部でしかないんだよ。国語は他にも漢字書き取りとか古文漢文があるから。もうなんか難しい、難しい。ああ難しい。ああ待って、間違えた。ああマジかしい。ああマジかしいって何で、マジかしい。これは家帰ってからも勉強しないといけないね。うん、じゃあ家入れて。ゆうくん、一人じゃ勉強できなさそうだよね。うん、できない、できない。あ、これちょっとどうしたんだよ。ねえ、ゆうくん。なんだよ。お、お、私の部屋来ただから一緒に部屋。これは仕方ないの？いいね。実際問題、私も一人じゃ勉強できそうにないし。うん、
これ、これ選択肢なんかセックスする、なんだ、なに、それで、ん、なに、ゆっくんはいいの、うん、いいよ、あ、ほら、OK、じゃあ早くしろ、よし、なんか選択肢でなんか攻めるとかさ、あえて攻めないとかあったら面白いよね。うん、まあ沈黙が続くと、ゆうくんはさ、うん、ゆうくんは好きな女の子がいる？おおお、え、あ、はい、はい、か、いるの？いるわけないだろう。そっか、これ俺も選択してぞ、いるよって相手で誰か言って、いや、もしゆうくんに好きな人がいるんだとしたら、ゆうくんは、あー、わかった、そっかそっか、よかった、ゆうくん、ちょっと準備したいから、その、長えよ、長えよ、じゃあ1時間後に私の部屋の、長えよ、いや、部屋片付けるのに1時間もかかるぐらいの部屋してんのかよ、俺だったらもう、あー、うん、無理だわ、お前部屋の掃除もする、まあ、待ち時間ね、あの部屋の掃除するの結構いいよね。はあ、なんか。ゆうくんいらっしゃい。あ、うん。ゆうくん、そこにちょっと座ってて。いいよ。ゆうくん、お待たせ。お、なんか、よかったね、菓子。よかった、俺、マジ菓子買いに行かなくて。金の無駄遣いだったわ。お茶かい、ジュースじゃねえんかい。え？あれ？お菓子買いかって、あ、俺選択肢見せたかも、ゆうくんが気を利かせてお菓子買ってくるなんて珍しいね、あはははは、なんだか照れるな、え、そう、ん、なになんつったの、ごめん、まあそうなのかもしれないね、ああほら、私さ、髪の毛も長いと洗うの大変だからって理由で短くしてるし、日焼け止めも、ああ、なんか効率を、ごめん、かかってんだったかな、あ、何が嫌なの、あ、そっか、あ、あ、いや、ゆうくんが男の子っぽいって言うから、その嫌じゃないかな、あ、なんか言ったんだ、そういうこと、ごめん、本当にごめん、部屋が男の部屋っぽいって、うん、てかさっきの部屋と変わんなくね、これ、そう、うん、ホッキーって何、おー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 おおお、なんだ、1階にあれがいる、弟とお母さんがいる、勉強やりたくない、なんだこれは、あー、なんかあれだね、あれだ、誘ってんね、買ってこい、確かにそうだけど、てこれね、あの収録時間がね、あまり長くなりすぎないで、なるべくスキップをするから、あのたまにね、あの、俺やっぱ選択肢ミスったな、これの勉強会なのに、うん、おー、なんかあれっぽいな、なんだっけあれ、買ってこい、2時間押したの、お前もう眠って、おお、起こすの、起こしちゃダメだ、何見てんだよお前、あ、起きた、どうしたの、ゆうくん、私どのくらい寝てた、そんなに寝てたんだ、うん、寝ちゃった私がいけないんだ、うん、今日はもうこんな時間だから
開きにしよっか。うん。うん。うん、うん、おお、なんだろうな、なんか眠くなってきたもいいね、なんか青春送ってんじゃん、ちゃんと。本当に俺何もしないよ、もう。アレクシア、アレクシアか。おはよう、ほだか。ゆうくん、おはよう。うん、おはよう。あ、ゆうくん、今日も早起きできたんだね。えらいぞ。まあ、すごいね。ゆうくんがそうやって早起きしてくれると、私も一人で待たなくて済む。なるほど。ほんとだよ。一人でアパートの下に立ってるの、なんだか恥ずかしいんだからね。なるほど。確かにそれはわからなくもない。あ、何が？なんか勘違いされたくないでしょう。うんうん。まあそうだよな。でもそれとこれとは別の話だよ。そうか。別にゆうくんと一緒に投稿してても恥ずかしくないもん。あ、そうなの？というか、だらしないゆうくんを放っておけないの。これ絶対好きだよね、主人公のこと。一緒に投稿したいの。いいね。羨ましいね。ゆうくんはさ、私と一緒にいるの嫌い？嫌だよ。いや、全然嫌だよじゃない。嫌だ、嫌じゃないよ。私と一緒に投稿したいと思う？まあな。そっか。ゆうくんも私と一緒に学校行きたいって思ってるんだね。それって、誰でもいいってこと？あ、なんで一人は嫌だからって言ったんだね。何よそれ。ふーん。ふーんって、興味なさそうだな、お前。紛らわしいようなこと言うからいけないんだよ。紛らわしいこと？退屈しなくていいなと言っただけなんだが。気にしないで、忘れて。オッケー、忘れまーす。お、かかってこい、かかってこい。聞いて。何？どうしたんだよ。いや、実は今日は。何やってんだよ、アホが。まだ時間あるし、今日はコンビニで朝ごはんを買おう。いいよ、そのぐらいお前のおごりな。ゆうくん、うん、なんだじゃないよ。さっきからぼーっとしてて一体どうしたの？ああ、わりわり。ゆうくん、もしかして私の朝ごはん楽しみにしてた？あ、こうしてたって言った方がいいよ。いや、俺は、ああでも、あーでも俺は結構そうだな、人と飯食うの好きだから。うん、ごめんなさい、今日は。ふざけんなって選択しないの。ありがとう。まあなんか人と飯食うのといいよね。いつかはゆうくんもちゃんと一人で朝ごはんを作って食べるようにならないといけないんだよ。うん、ゆうくんほっとくとすぐ朝ごはん抜いちゃうから、今はただほっとけないだけだから。ありがとう。は、早くコンビニに行かないと修行の前に食べる時間なくなっちゃうよ。オッケー。買ってこい。サンドイッチを買った。またお前、お前飽きるだろ、アホ。おめえそんなにサンドイッチべ食ってたら、おめえサンドにされちゃうぞ。ゆうくん何買ったの？サンドイッチはだよ。ゆうくんそんなにサンドイッチ好きなの？うん、まあな。まだから何買ったんだよ。私はね、トルティーヤ。なんでトルティーヤ？あ、そう、俺もそう。あー、なんだこれは。ゆうくんも買えばよかったのに。なんだこれは。なんだこれは。欲しい？いらないよ。分けてあげよう。いらない、いらない。お前もらうの？その通り、ゆうくんのサンドイッチもらうよ。あげねえよ。え、これ、一応、主人公、3つ入ってる。みんな、うれしい。2つ食べる？なんか主人公と俺に、なんか、ぶつかりが、でも、
生じてる。ほら、これで平等でしょ。あ、なんか、もういいね。関節キスって今見たから、多分あれでしょ、食った後にはいみたいにしたんだろ。私は別にゆうくんが先にポテトももらうわけじゃないからいいの。いいね。嫌なら私が食べちゃうけど。くれ、多分あれでしょ、関節キスのやつでしょ。あ、いいね、いいね。これ下に置いたら崩れて中身が出ちゃうから、今ここで食べて。オッケー、なかなかいいんだ。へえ。でしょ？美味しいんだって。もちろん。だってもうテストまで残り6日もないんだよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。どうしたいきなり。ゆうくんと一緒に帰りたいけど。でもそうだね。うん、待ってよ、ごめん。先に帰ってるね。あ、先に帰るの？ああ、行っちゃった。そろそろ授業だから。まあでも、で、下校と登校なんか一人の俺好きだよな。なんでだろう。まあ勉強してる。なんだなんだなんだ。おう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 、なんかこうやって蘇ってんだね、こうやって。なるほど。あ、陰キャなんだね、多分主人公は。陰キャだから陰キャか。なんだろうな。ありがとうございました。いいね、いいね。うん、はい。ピンポン鳴らしたの、まさか女んちに。あ、ゆうくんいらっしゃい。ああ、約束してたの。なるほどね。ゆうくんお待たせ。はい、はい、おまた、おまた、はい、これゆうくんの分。はい、おまた。は？これお茶ね。わ、お菓子だ。いいね、今日はちゃんと勉強しようぜ。なるほど。うん。いいね。本当に羨ましいよ。ゆうくんおはよう。おはよう。なんだか一緒に投稿してる感じがしていいね。お前それ、え、待って、これさ、なんか無限ループしない？大丈夫？なんか同じやつをなんか5、9、3、なんか何回か、なんかしてんのね。お腹すいた。あ、今度はちゃんと作ってきた？ OK、作ってきたらしいね。はい、これ。どれだよ。サンドイッチマン、もうサンドイッチマンじゃねえ。笑ってんだよ。待ってんじゃねえ。さあ、待って。ドゥルンドゥルン、ドゥルンと一緒だよね、これ。その通りだよ。どうしてわかるの？なんかいつもと違うなと思って。見抜かれちゃった。いいね、なんか。ごちそうさまでした。いいね、いいね。がタイム、お待たせ。ゆうくん、そこにちょっと座ってて。オッケー。ゆうくん、お待たせ。なんだよ。さあ、勉強頑張るかな。窒息死、あ、ない、ないよ、窒息、何読めない。なんだか疲れ、ちょっと合わせてみるか、女と声。今日はもうこんな時間だから、お開きにしよっか。おお、そうだな、はい、今日も頑張ろう、明日も頑張ろう。ちょっとね、もうね、よくお前、あ、なんかこうやって、なんか、いいね。じゃあ、いいな。間違えたら罰金、罰金をくれ。
ごめん、スキップすぎてもう、なんだか分かんない。でもあれ、あ、もう大体みんなわかるよね。大体察するよね、状況。察せない人はね、ちょっと頭があれだからね。あ、テストの日来た。上がってこいよ。お待たせ。あ、ゆうくん、お疲れ。お疲れか疲れ。お前、ひらがなはねえだろ。100点ってすごくない？お前、100点ってす、まあストーリー上しゃあないか。ゆうくんおはよう。おはよう。もう、ゆうくん全然早くないよ。冗談はいいから。ほら、さっさと、そう言ってギリギリまで二度寝するつもりなんでしょう。わかってるよ。私下で待ってるから、うん、早く準備してね。うん、お前、隣の家なら隣の家で待てばいいだろ。は？なんかエンドって見えたんだけど俺今。ちょっと待って。お前何エンドだよ。お、何エンドって見えた、みんなちょっと見えたな、今俺。おー、電子、これスキップ。なんだろうなぁ。これ本当に終わり？あー、なんか、なんだろうね。なんだろうな、なんか、違うんだよなぁ。前もこんなこと言ってなかった？ねえ、結構同じ人やってない？あ、てかこれ主人公の名前を主人公に加えたのね。なるほどね。おお、お前すごいな。声までやったのお前。いや違うね。いや、お前声やったの？お前本当にこれなんだ、これ全員こいつの名前だぞ。上条優雅。いいよ名前。なんだろうな、なんかね、絶対これバッドエンドあるんだよね。今ノーマルエンドでしょ多分。ってことはこんな感じだと、うん、ハッピーエンドは別に踏まなくてもいいんだけどさ、そのあのなんつうんだろう、バッドエンドを見てみたいよね。みんなどうせ見てみたいしくない？なんかどうせ殺されるんでしょバッドエンド。てかあの髪の女、長い女はどうなったの？全部知りたいんだけどね。え、ねえ、フィクションであり、あれとは関係ありませんと。なるほど。関係ないのは知ってるんだけど。おー、終わったー。じゃあ。